頑張れ韓国。またまたこのようなことを言うと、なぜ反日を応援するのかと多くの非難をいただくんですよね。でもよく考えてください。嫌がらせをする人って相手が嫌がると余計に嫌がらせがエスカレートするでしょ。そんな分かりきったことに反応していては悪意を持った国の思うツボです。それに相手の暗黒エネルギーに比例して反日ブーメランも巨大化してきています。自爆装置のスイッチを入れてもらうためにはまだまだ暗黒エネルギーが足りません。そんなことを考えていたら、ついにアメリカのウォールストリートジャーナルがこんな記事を発信しました。韓国のための提言。日本に対する強硬な立場をやめろ。国際的に孤立し高い代償を払うことになるだろう。ちょっと待ってよ。そんな記事を書いたら、せっかくの秘密の作戦がバレちゃうではありませんか。でも、某国なら気づきはしないので大丈夫ですね。さて、その内容ですが、こんな感じです。日本に対する強硬路線により、韓国がこれまでに積み上げてきた国際的名声が崩れて、国際的な代価を払うことになる。特に日本が韓国との協力意思を明らかにした現時点で、韓国が日本との調整に非合理的で協力意思がないことがはっきりとすると、まず米韓関係に今よりも大きな亀裂ができる。そのような強硬な態度は中国との関係をさらに緊密にする助けにはなるだろう。しかし、そのような考えはアメリカとの関係を毀損するだろう。アメリカとの関係とは、核廃棄物再処理に対する米国の承認や、中韓米軍に対する防衛費分担金調整交渉を意味する。米国の政策立案者及びアナリストらが、韓国人が日本に対し非妥協的で不合理な態度を取っているとみなし始める状況で、米国は韓国との交渉でさらに強い誤調を取る可能性が高い。このような姿勢を変えなければ、韓国はますます孤立した国家になるだろう。なんてこった、せっかくの秘密の作戦が本当にバラされてしまいました。それにしても予想以上にアメリカが理解していることにちょっと驚きました。日本が対話窓口をオープンにしていること。韓国が一切対話に応じないこと。中国にすり寄っていること。韓国の考えが偏っていること。アメリカが韓国から離れていること。韓国がすでに孤立していること。だって韓国が孤立するという表現ではなくて、ますます孤立という表現ですからね。さて、韓国をこのように思っているのはアメリカだけなのでしょうか？違いますよね。目に見えるところでは、韓国人との国際結婚を禁止または制限をつけている国がだんだんと増えてきています。現在はフィリピン、カンボジア、ベトナム、キルギス。これからもどんどん増えることでしょう。きっとアメリカの忠告も聞かない国なので、暗黒エネルギーがどんどん蓄積されて、最後はスイッチオン。最後の日まで反日を頑張ろう。